の主役キクちゃんの逆側から私の腕に乗ってこちらの方から登場してくれますよ。ご紹介していきたいと思います。最後の主役を務めるのはラナーハヤブサ、名前をアーチェリーと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ最後の主役ハヤブサをご紹介したいと思うんですが、ぜひとも皆様アーチェリーのお顔に注目をしていただくと何か被ってるのが分かりますね。こちらマスクをつけているんですね。これアイマスクやファルコンフードと呼ばれるものなんですが、これまあ単純に言うと目隠しをしている状態です。なぜこのように目隠しをしているかと言いますと、ハヤブサは他の猛禽類に比べると実は非常に神経質な子が多いんですね。今から野生で行っているような狩りの姿を皆様に見てもらいたいと思うんですが、その狩りに至るまでにですね、いろんなものを見てしまいますと集中力が切れてしまうんですね。なのでその狩りの瞬間まではこのように目隠しをして体重を測定したりとか、こういうふうに移動を行っているんですね。では皆様、ハヤブサの狩り、どういう狩りか知ってますか？野生では飛んでいるハトなんかも食べることがあると思うんですが、今からそのハトの狩りをですね、見せてもらいたいと思います。まあ、しかし本物は使いません。お兄さんにご注目ください。お兄さんが持っているあの黒い先端の部分がですね、あれをハトに見立ててアーチェリーには捕まえてもらいたいと思います。さあではこちらハヤブサという種類、非常に速い鳥さんですので、ぜひ皆様目で追ってみてくださいね。それではアーチェリーの狩りスタートです。いってらっしゃい。さあお兄さんも1回では取らせません。このように何度かパスをすることによってアーチェリーもどん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 スピードが上がっていくんですね。実際に野生でも空中飛んでいるハトなんかを足で蹴って地面に落として叩き落として捕まえるような狩りをしているんですが、非常に素早く飛ぶことができます。鳥類最速とも言われるこのハヤブサ、なんとですね、落下して急降下する時の速度がなんと200キロ以上出ると書いてるんですね。どんどんスピードが上がっているアーチェリーですが、最後はお兄さんの合図でしっかりとキャッチをしてもらいたいと思います。さあ非常に素晴らしいこうですが、最後のお兄さんの合図でキャッチを決めてもらいます。見事決まりました。素晴らしいキャッチが決まりましたね。最後お兄さんのですね、方に持って行って取ったよというふうに見せておりますが、こちらのアーチェリーよくご覧いただくと今翼を広げているのが分かりますね。この実は翼を広げるという行動にもですね、ちゃんと意味があるんです。実はこの取った獲物を皆様に取られないように隠しているんですね。先ほど鷹の時にお話をしましたが、ハヤブサは単独で狩りをしております。1羽だけで狩りをしておりますので、取った獲物はもう自分のものなんですね。なので周りの皆様に取られないようにこういうふうに隠して獲物を食べているんですね。野生のハヤブサなんかもこういうふうに野生では取った獲物を取られないように隠してですね、ご飯を食べたりしています。そして今アーチェリーお顔が見えておりますが、実は非常に可愛いお顔もしております。この後お部屋に帰ったらですね、しっかりとぜひ見ることができると思いますので、ぜひまたお帰りの際あちらのアーチェリーのお部屋も覗いてみてください。ではこちら素晴らしいかっこいい狩りを披露してくれましたラナーハヤブサのアーチェリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは残念ですがアーチェリーをもちまして以上で10時30分からのバードショーは終了です。暑い中最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。